山本周五郎作米の武士道その第6回第3編国の実り第1章続きから。その頃郡代役所では車窓の周囲に堀を掘り、それに水を引いて万一に備える一方、役所の内部もすっかり片付けて、いつ城兵が攻め寄せてもいいように準備を急いでいた。代官手付きの人数32人、みんな新兵衛のために一心を投げ出す人々だけだった。城からは何の沙汰もなく、ヨイゼックの火はとっぷりと暮れた。おい、かがりへ火をつけろ。新兵衛の命令でかがり火が赤々と燃え出した。車窓の周囲に5箇所、役所の前に2箇所、宵闇を焦がして燃え上がるかがり火はそのまま彼らの闘志を漂白するようだった。甲府城からほぼ忠太郎が10名の見知らぬ武士を伴ってきたのはおよそ6半頃のことであった。来たか。新兵衛はうなついて出て行った。第2章。ほぼ忠太郎は小具足に身を固め、右手に鉄の鞭を持っていた。彼はぎろりと新兵衛を見張りながら、柴田から貴公の存意を聞いたと切口女房に言った。いろいろ言葉の行き違いがあるようだ。しかし今さらそんな温度をしている場合ではない。幸い近藤勇殿の大使が見えたからここへご案内してきた。お互いによく話し合おうではないか。もう話すことはないと思いますがな。あるよ、大いにある。近藤勇の大使という10人ばかりの宗師の中から優れてたくましい人物が一人大股に前へ出てきた。貴公は徳川家の直臣だろう。甲府城は幕府直轄だ。よいか、はじめにそいつをはっきりさせておく。ところで土佐郡の先方はもう韮崎近くまで来ておる。もうここの米を城へ運び入れるいとまはない。しかしこのまま置けば車窓の米は敵の兵糧にされてしまうだろう。貴公が甲府城近番の師であり幕臣なら、みすみす敵を利するような真似はしないはずだ。よいか、そこで我々は車窓に火を放って焼却することに一決した。無論これなら貴公にも依存はあるまいが。それでわざわざお越しですか。新兵衛は平然として言った。そうだ、それでわざわざ来たんだ。それはお気の毒ですな。何？新選組の大使はちょっとつ花壇を持って聞こえている。はじめは田舎の軍団ごときとなめていたのだが、この大胆な挨拶にあってカッとなった。新兵衛は色も変えずに続けた。柴田さんに申し上げた通り、車窓の米は領民たちの備考貯蓄です。甲府城のものでもなく幕府のものでもありません。ことに昨年10月将軍に置かれては大政を奉還遊ばされ、国政は挙げて朝廷の御手に服しました。将軍家において深くご謹慎遊ばすごとく、拙者は己の預かる車窓を守り、これを無事に維新政府へお引き渡し申すことを責任と思います。だがみすみす敵軍を利するものだぞ。焼き捨てることが敵の不利を決定すると思いますか。新兵衛が初めて声を張り上げた。米は国の実りという。戦に多少の利があるにせよ、国の実りを焼き捨てるような無道をして貴公らの大義名分が立つと思いますか。これほどの道理がわからぬようでは何を申すも互いの無駄だ。お帰りなさい。元気だな軍代。帰れと言うなら帰る。相手は引きつるような笑い方をした。だが帰るには土産がいるぞ。くれるか。ご所望なれば。よし。叫ぶとともに大使の一人が身を沈めた。
抜き打ちである。身を沈めたと見るや、キラッと白刃が新兵衛の右胴に伸びた。しかし同時に新兵衛の体が伸び上がったと思うと、大きく上から抜き打ちの剣を振り下ろした。太子の剣は新兵衛の日腹を裂き、新兵衛の剣は太子の頭を打ち割った。あっと前のびりに転倒する太子を見て、やった、その軍隊逃すな、わめきざまキラリキラリと抜き連れた時である。あっという時を作った。手に手に松明を振りかざした農民たちが雪崩のように門内へさっと押してきた。いかん、立ち退け、ほぼが叫ぶまでもない。残った大使たちはそのまま裏手の垣を押し破って逃れ去った。新兵衛はそのありさまをとくと見定めた。そして意識を失って倒れた。板垣大助の先陣、陰州藩の軍艦、西尾遠江の助が甲府城へ入ったのは3月5日であった。これが予想以上に迅速だったのと、近藤勇の隊の入城が遅れたために、城兵は一戦する糸間もなく敗走をした。日腹の傷で寝ていた新兵衛のもとへ、その知らせを持ってきたのは五郎右衛門であった。娘のお千代も一緒だった。やはりそんなことでしたか。まったく情けない負け戦で逃げた者も多くは捕らえられたり切られたり、落ち延びたのはわずかな人数だと申します。しかしと新兵衛は低くつぶやくように言った。いずれも幕府の恩を忘れぬ人たちだった。考え方こそ誤っていたけれども、新兵衛を惜しまぬ覚悟はあっぱれ武士だ。本当にあっぱれな人たちだった。五郎右衛門は思わず頭を垂れた。ひっそりと物音の絶えた春の午後、言葉の途切れた一時のしじまを縫って、その時遠くから小太鼓の音がかすかに響いてきた。太鼓の音がする、お千代殿。障子を開けてみてください。何です？お千代は立って障子を開けた。街道をはるかに行く軍馬の列、もうもうたる土煙の中に輝かしい金旗を奉仕しているのが見えた。見えますか？はい、官軍が東へ行くところでございます。東へ、では新軍の太鼓ですね。錦の御旗も拝めますわ。新兵衛は枕を溶けて頭を伏せた。五郎右衛門もお千代も頭を伏せた。太鼓の音は東へ東へ。山本周五郎作米の武士道、全文読み切り、書室講談雑誌昭和17年2月号より。朗読全6回完了。2021年5月12日。